キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、スカウト編成チェック、次は横浜 DeNA ベイスターズ編というところで、はい、まあ、昨年ね、うん、惜しいところまで行きましたけども、そうですね、交流戦はね、優勝して、でもというね、うん、っていうところでね、まあ、スカウト編成のチェックをしていきましょうというところで、はい、改定するのは2013年ドラフト2位平田、うん、無印から BB、 おー、でももういない、もうチームにはいないし、どうしたんでしたっけ、で戦力外し、サウジアラビアリーグ行ってました、BB、今球団関係者です、 BB ついたのに、うん、で、山崎康明、はい、1SS プラス、うん、だからオリンピックだね、うん、行ったね、はい、行きました、で、次が今永、うん、AA から 1S、はい、だから WBC とタイトルね、うんうん、東、うん、A プラスから SS プラス、お、今年だから今年ベストナインと最優秀、はい、最多勝で新人王ね、はい、で上茶谷が無印から B、うん、で大貫が無印から A、うん、19年から、うん、で1位が森、2位坂本無印、うん、3位伊勢が A、 おで2020年ドラフト1位入江が B、 2位牧 1SS、 おで3位松本無印、うん、21年1位小園、2位徳山で、3位相原無印、うん、で22年松尾吉野林無印、うん、っていうところで、はい、ね、だから牧とかよ、うん、ドラフト1位できたからね、はい、他の球団そうですね、うん、2位ですもんね、うん、2位だからね、うん、っていうところで言うと、はい、まあ戦力的にはやっぱ結果出してるし、うん、まあ、全体的にはねドラフト1位、うん、入江が B、うん、でまあこれ森がね怪我もあったので、もちろん出てきてほしいっていうところあるけども、はい、上茶谷 B、 東が SS プラス、浜口 A、 今永 1S、うん、山崎康史 1SS プラス、で柿田があんまりで白崎 B で北方、こう2011年のドラフト地獄やな、うん、で10年が B で9年が 1SS、 でもここら辺 DNA じゃないからね、10何年から DNA だったっけ、12から、ね、12、うん、だから12からだから、うん、11までは違うわけじゃんね、横浜ベイスターズですね、うんうん、だからそう考えたら DNA になってからドラフトいいね、うん、すごいランクめちゃくちゃついてますね、うん、DNA になってから、はい、めちゃしっかり、はい、ドラフト3位までで誰も活躍しなかった年ってないね、うん、ここまで、ここ近年の数年でもしっかりランクついてますからね、うん、そうだね、だからまあ、うん、優勝予想する人が多い理由もわかるけどね、はい、去年だから多かったですもんね、うん、そうだね、下馬評良かったですもんね、うん、で先発ローテーションで言うと、うん、ね、東、うん、ね、今永が S 以上取ってて、はい、で守護神だから山崎康明が交代させられるといつも落ちていくんだよね、うん、結局は、うん、その山崎康明の代わりに後ろ来たやつはいいけども、その後ろ来たやつの代わりがいないっていうね、うん、ところの玉突き人事になってあんまりうまくいかないっていうところもあるけども、うん、野手のね、うん、牧もいて、はい、ここ見たらいいね、そうですね、 DeNA のね、うん、でも先発でいうと今ちょっと来季先発苦しくなりそうだなって、だバウアー次第だね、もうバウアーなんとかメジャー変えたいんだろうね今頑張ってるけど、はい、ね、叩いても帰ってきてないもんな、うん、響きが、うん、そうですね、もうちょっとアメリカ、うん、本人はもう何としてもアメリカに帰りたい、うん、しかもこのだから去年のだから去年1年間のバウアーの中4日で投げたりとか、うん、結構球数も投げるけどやるなっていうのは、うん、私まだできますよと、こんなにできるんですよっていうアメリカへのアピールだったんだろうね、あっちへのアピールだったのか全部、うん、でそれによってまだこんだけできるっていうね、うんうん、ところをアピールすることによって、うん、もう一回メジャーに帰ろうっていうところの、だから結構無理して投げんなって思ってたけども、うんうんうん、それはもう全部がアピールだったんです、そっか、横浜で結果出すイコールメジャーへのアピールポイントとしてやったけども、うん、いけるでしょうと、うん、でもメジャーはいや問題そこじゃないんですみたいなだから、はい、でも今永投手もね、今永抜けて、うん、バウアーもし帰ってこなかったら、でそう思うともう先発ってそこまで、だから小園がもうそろそろ出てこなきゃいけないんだよね、この2021年ドラフト1位のね、うん、小園っていうところと、去年大貫もねなんかコンディション不良でなかなか、ね、うん、1年間通してっていうところもなかったから、まあ、先発でいうと大貫、あと東とかね、はい、東も2年連続手術明けで今年うまくいけばもう安心だよね、うん、
で浜口がもうちょっと頑張ってくれないと困るっていうところと、あ、まあ、上茶谷だね、なんか、うん、まあ、中やったり前やったりっていうところもあるから、うん、まあ、どうなるんやろうっていうところもあるけども、あと山崎康明が守護神として行くのか、うん、ちょっと後ろもエスコバーとかもいなくなって、まあ、外国人とか補強してるけども、うん、まあ、どうなっていくんだろうっていうところもあるからね、うん、はい、あ、でもやっぱり候補になってくるメンバーがドラフト上位なんですね。そうだね、下位、うん、の人たちそんな出てないもんな、下位の人たちでピッチャー、だって去年の先発でいうと、だって今永、東、うん、でバウアー、浜口と、まあ、浜口も1年間投げてないからね、うん、浜口とカビちゃんって投げたり投げなかったりだから、うん、まあ、一度もだって最後の辺後ろ投げてたりしてたでしょ、うん、大抜き、あとガゼルマン、ガゼルマンね、ガゼルマン投か、あ、平投手ね、うんうん、やっぱ先発は苦しくなるな、うん、来年明らかにね、でもスカウトとしてはいいよ ね、 いいですね、しっかりとして結果ね、うん、残せて出してるし、野手もピッチャーもバランスいいかもしれないですね、うん、そうだね、でも A 以上の野手っていうと牧選手がいます、牧しかいないんだよ、あ、 その前まで言うともう荒波筒子まで帰らなきゃいけないから、ね、あ、そっちまで、あ、じゃあバランスよくなかった、だからまあそこは海取った宮崎とか、うん、佐野選手もそうですね、うん、そう、だからそういう上がちゃんと結果残して下がカバーできるのがいいんだよね、うん、下が旬になってくるとこれはもうちょっとチームとしては俺は弱いと思うんだよね、うん、はい、だからそういったところではまあ、バランス的には俺は悪くないかなっていうところはあるけども、はい、まあ、19年までだと B が 28.57%、うん、A が 7.79%、 S が 15.58% で、うん、51.95% がドラフト3位以上の選手で結果を出していると、はい、で2023年まで入れると B が 28.09% で、うん、若干パーセンテージは下がってる、で A が 6.74% で、うん、1% 下がってる、うん、でも S が 16.85% で約 1.3% 増えてて、で合計では 51.69% だから、まあ、ほぼ変わんないんだよね、はい、ほぼ変わんないけどもこの5割をキープできてるのがすごい、うん、そうですね、結果的にね、うん、そういったところではしっかりね、この2019年以降のドラフトでもね、伊勢はしっかり投げて入江もいい感じでね、はい、で牧はタイトルホルダーになってるわけだから、うん、この全体的に見てもね、一つの物差しである 50% っていうのを超えてる DNA、うん、だからもうはっきり分けて DNA になってからねやっぱね、体制だいぶ変わるもんなんですか、それ変わるやろ、中の人たち変わるから、うん、だから DNA になってからやる気見せたね、やっと平成はですか、うん、まあまあでも固まってますね、 DNA になってからが本当に、うん、で、うん、それでね強くもなってきてるわけだし、うん、だって俺が現役の時なんて今度言ったらあれだけど横浜楽勝っしょいやいや、 いや負けると負けることもあるよ、バンジョーとか投げてきたら、はい、バンジョーとかなかなか打てないから、うん、ね、あとは村田とか、うん、まあ、内川とかもいたから、うん、いい選手いっぱいいたけども総力っていうところでは弱かったから、はい、で強かったのってもう1998のマシンガン打線の頃なんですもんね、そう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 、うん、だそう考えると DNA になっていい形になってきてるから、うん、まあ、あとは今年はね、その抜ける選手をどこまでカバーできるかだけども、うん、まあ、スカウト編成の仕事としては完璧だね、はい、うん、正直ね、はい、あとはそれを現場がどう使うかだけです、はい、だからこれも責任の所在が分かってくるね、うん、どこに原因があるのか、はい、まあ、セ・リーグ3球団やってきたけど、うん、もうドラゴンズは圧倒的に編成の責任が多いです、はい、現場じゃなくて、うん、編成、うん、で広島、横浜は編成頑張ってる、いや本当そう、だからあとはそれを現場がどう使うかなんだけども、はい、まあ、一つの難点言うと、うん、ちょっと主力が出ていきがちもうどうやって残留してもらうかみたいなでもまだメジャーになってるからね、まあ、そこはまあ仕方ないけどね、うん、まあ、そういったところでは編成としてはね、はい、あの広島に次いでベイスターズもね、うん、しっかり仕事していい形の結果出てるんじゃないでしょうか、はい。